じゃあ僕はそっちに行くまで待っといてくださいね。はい、待ってまーす。はい。うわぁ、うわぁ、やだ、助けて、助けて。うわぁ、じゃあヌーン使って、ヌーン使って、僕はなんかずっと停電前待機するんで、治らなかったら死んでるみたいな感じで、はいはい、ちょっと買っておきます、はいはいはい、オッケー。これ最強っすね。伊豆さん、どこかな。伊豆さん、伊豆っち、伊豆ちゃんどこいるかな。あ、この人たちに興味ない。どうすればよかったんですか、田中さん、私。いや、全然いいよ。全然いいよ。展望さん、ミーティング4、あ、ミーティング3、エンジン4です。エンジン4、7個剣士、トータス。何秒見たんすか、見たんすかって怒ってる。5、6秒。いや、使ってんな。武器庫1、武器庫1。はい、ハイブリ。ちゃんと見てるでしょ。ちゃんと見るなよ。ちゃんと見るなよ。ここぞという時に見ろよ。いや、もう誰も死んでへんのに議論とかいらんねん、別に。怖いぞ。すぐ死んでる。そこ何秒見たかが大事だよな、これな。死んでから議論すんねん、こういうのはな。か、死んだら議論すんの。はい、わかりました。じゃあ、死のう。何秒ぐらい？死んで議論されなかった男が何か言うとる。めっちゃ見てますやん。あと1秒。あとほんまや、あと1秒しかない。あ、伊豆さん。伊豆さん。はい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 。はいはい。どうしようか、なんか新しい作戦ない？新しい作戦。うん。強そうなやつ。しましょうかね。ちょっと教えてほしいやんけど。インポスター癖なこれ。違う、ちょっといいやつ。いいやつちょうだい、伊豆さん。いいやつ、いいやつ、うん、いやでも貨物のやつが、あー、あれが一番 か。なるほどな。もう一回入れますあれ。あー、じゃあちょっとこっち、僕まだこっち行く。一回、あの逆側で、こっちとかあるかも。一回。一番よくあるやつ、ね。なんかヌーン使ってとか。あ、ヌーン使って、あ、いいねいいね。じゃあヌーン使って。ヌーン使って。僕はなんかずっと定年前待機するんで、治らなかったら死んでるみたいな感じで、はいはい、ちょっとガチっときますね。オッケー。これ最強っすね。タボもすぐ治るんで。ざまあ見やがれバーガルめ。いい。あ、いい。あ、めっちゃいた。嘘だ。うわ、どうしたの？何してんの？いや、今殺されかけてました。ああ、あら、死んでるー。あれ、どこでした？あれ、めっちゃ死んでる。めっちゃ死んでるよ。あ、ちょっと。さっきまでそこにいたやん。ちょっと待って、伊豆さんとケンさんわかんないけど、ピカさんはエンジンに集まってったよ。いたいたいたよな。何が起きたの？ね、これピカクロスは、発見で9秒前、バイタルちょうど見てて、メインとエレクトリカルの階段の上の方、メイン側でバイタル見た時には伊豆さんとケンさんも死んでた。もう一回言って、メインエレクトリカルのはしごの上？そう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 、はしごの上。あ、なるほど。え、ちょっと待って、ごめん、俺がそこにいるけど。どういうこと？え、俺今ちょうどあのアンスから出てきたところだけど。伊豆はね、なんか1分ぐらい前貨物の方に向かってったよ。田中さんって降り切るってないの？そのエレクトリカルのはしごの真上？はしごの真上、いや、アンスから出てちょっと右に行ったぐらいだけど。いや、いや、はしごの、はしごの上、はしごに乗ってる、肉が。ピカクロスがはしごに刺さってるぐらい。アンスから出てすぐ右行ったってことやろ。うん、右行った。多分視界に映ってないよ、その肉。映ってないんじゃわ。マジか。うん、あのなんか階段のところにベッドあるやん、あの横ぐらい。もうほんまに階段上がったところにあった。で、バイタルで9秒前、停電になったからバイタル見たら、もう伊豆さんとゲンさんが死体になってて、で、ちょうど見た瞬間にピカ君が死んだから、そこから数えて9秒。あ、なるほど。で、エンジンあたりだと思いますけどね、大体。うん。うん。エンジン誰かだったら、剣士が最後にエンジンの右から来てるから見てないのかな。俺宿舎からエンジンの方に下ってて、見てない。あ
で左が閉まってドア閉まっててね、鍵は左は閉まってた、閉まってた、閉まってた、そうだよね。だからまあだから剣士を生とするとピカはメインで死んでるよ。あと伊豆もね右だと思うよ。あの俺メインホールで初動であって伊豆も右側に。ピカはメインや言うてるやん。ピカはメインや。階段のことか。ブリちゃんの報告完全無視。俺が間違ってるのかと思った今。え、これ多分ちょっとね、白出せると思う、あの右でやってるなら。左側にエンジンいた人たちを全員もう一回上げたいんだけど、七個畑さこ、トータス、うん、アメネコだっけ、影丸アメネコ。影丸、影丸も。影丸も。うん。てか、影丸と僕はお互いこれ白し取れちゃったりする。あ、そう、できないです。どっちも。オクオク。はーい。でかいですね、それ。だから、ああ、ピカクロス絶対できないの、実しても。つながり合ってんのもないな。ピカアメ、あ、ピカアメじゃない。アメかけば。そうだよね。ああ、そう見えてるから。わーいわーい、バーカバーカー、伊豆のバーカー。うわあ！さあどうしようかなーっと。アルトさんかな。おお、びっくりした、めっちゃおるやん。あー、じゃあ上からこう来たっていう感じです。剣士な、くっさいしねもんな。なんでそういうこと言うねお前、奈良子。お前、俺のこと怪しいだとどうなるか分かってんのか。じゃあ剣士が白いことを願って行きます。あ、切れと。うわーうわーなんでだよ。あの俺がセリフで剣士を切りました。うわーなんでだよ。オッケーオッケーオッケー。クソやろー。一応詰めるんだったら詰めた方がいい。剣士がさっきエンジンでピカ君の反抗っぽいから切ったから。クソなんだったよこれ。え、だけど結局あだあそれもあれんじゃない、長かったし。高田さんが伊豆さんのことをメインに行ったよみたいなこと言ってました、ね、貨物に行ったって言ってたね。貨物に行ったって言ってた。うん、でも1分前すごく行かない。まあ、てかどの1分前の情報嘘つくことは多分ないから、それは本当やったんじゃない。とりあえず影くんとアメネコが白白なんやろ。はい、そうそうです。で他その源さんと伊豆さんがどっか誰かできるかやったんちゃう。七子くんがセリフ、はい、でその3人が知らないから俺のセリフまで打うと4候補やけど。トータスさんってあのあとどこ行ったんですか、停電後。宿舎から金庫です。え、俺も行ってる。ひどすぎるよこんなの。絶対勝ったと思ったのにな。で金庫から出て最後宿舎前で終わりっすね。あ、でも最後はピカクロスの死体やから、多分それまでに切ってる、切ってるとしたら。ちなみにトータスさん、その時って扉どうなってました。下は開いてました。どうやったかな、ごめん覚えてない。高田さんが宿舎から来たって言ってるので、すれ違ってないとおかしいから。下はね、あ、いや、多分剣士が左は開いてる。あ、全部開いてた気するな、うん。最後戻った時は全部開いてんなと思ってみた。今さっきのターンで、あ、今さっき宿舎前で開いたけど、開いてたよ、全部。全部開いて、停電中だったし全部開いてたし、僕は開いてた。なるほどなるほど。なんかトータスさんと停電中ではあったけど、すれ違うのかなんか。復讐の連鎖がエグい。まあでもね、トータスさんとピカさんが一緒にメインから走ってきてエンジンにやってきたから、なんかピカさん切れそうだったなと思っている。単純に心象でしかないです。わかるわかる。で、剣士は宿舎前から行ったって言ったけど、多分それはピカさんを切って普通にメインからエンジンに向かってるんだと思う。なるほど、トータスに入れる？いや、入れない。とりあえずは。はい。あのピカクロさん出してくる前に、しかも誰か君から俺すごい殺意感じた今回。まあってトータスあるとかな。いや信じてたのにな高田さん。信じたのにな。殺意を。くそ。くそー。だからね多分死んでたよ多分。トータスどこだ。ちょっとなガクガクがやばいな。ちょっと調整しよう。オッケーオッケー、治った。ピーさん、あら赤壁さん、赤壁さん、ほら、動画が燃え付いてるよ、ほら赤壁さん、ほら、赤壁さん、もう一キルできたら、赤壁さん、ほら、ほら、赤壁さんってこれ、悪すぎる、ほら、おお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 なんでやねん、落とすよ。お完璧な流れやん。トータスやん。今のおもろいな。トータスやん。あれ
到達やん。殺意は？なんかあのアルトクに命狙われてると思ってて、トータスが守ってくれました僕を。トータスやん。え、どういうこと？どういうこと？じゃあトータスさんが切ったってことですか？やばあの。勇者話すと、どこ発見した？あのあマジでアルト君怖くて逃げてて、うん、アルト君見失ったんで停電になって、うん、で上行ったらいなかったから多分メインの方抜けてるなと思って、でトータスがメインから来てメイン入ったらアルト君死んでた。うん、ね一応今7個と停電直してて、まあ、勝ち合いまくって直らんくって、はい、で影丸くんと畑迫くんとほぼ直前にいたのね。そうアーカイブにいます。で停電直ってないから到達アメネコでローラーすりゃ勝ちだよ。そうだね、そうね、俺目線まあアメネコさんにしかならんかなってぐらいで、よし守ってくれたんだよ、ね、オッケイアルトくんから。オッケイ、アルトくん、アルトくん違ったんだね。ごめんね、アルトくんだと思ってた。どっちから？どっちへだ？アメネコさんから。トータス入れたら早いよ。さっきの早いよ。1キル目の時も僕と会ってないんで、やっぱり。影丸くん、どっちか、影丸と僕がすれ、知る勝負してるやん。そういえば。いや、影丸くんは、俺はトータスに入れてるよ。ああ、そうかそうか。白証明してんのか。そういえば白証明できないから、絶対に。え、なんで？じゃあ、トータスさんに。入れまーす。ほな、トータスさんやない。ほな。すっかり忘れてた、その話。ストーカーが死んでいった。アルト君、いや、アルト君から守ってくれた人。ああ、だった。おい、イズマット。イズマットだ。だから、連帯から、あの、悪役さん、悪役さんってもうやめてもらえません。嫌がらせじゃん。なんであんなことしたの。まあ、あまりにもの、あの、わーってなって、出会ったら即キルしてしまった。情緒が乱れた。効果あるな、じゃあ。